合津鉄道合津線。合津線は、福島県合津若松市の西若松駅と福島県南合津郡南合津町の合津高原尾瀬口駅を結ぶ合津鉄道が運営する鉄道路線である。特定地方交通線に指定された東日本旅客鉄道 JR 東日本合津線を引き継いだものである。 全線全時間帯を通して、運転間隔はほぼ1時間に1本である。ダイヤは、主に JR 只見線合津若松駅合津、田島駅間を結ぶ普通列車と、東武鉄道絹川温泉方面と合津、田島駅間を結ぶ普通列車により構えされ、他に、全区間通し運転される、普通列車、快速列車及び区間運転の普通列車が、設定されている。 東武鉄道東武日光駅及び鬼怒川温泉駅と、合津若松駅間には、東武鉄道の日光線鬼怒川線と、野岸鉄道合津鬼怒川線及び東線を直通運転する、快速列車が合津マウントエクスプレスとして、毎3往復設定されており、うちに往復が東武日光駅まで、他の1往復が鬼怒川温泉駅まで運転される。また、 土休日には一往復が JR 万越西線の北方駅まで運転される。合津田島駅合津若松駅間の非化格間、合津高原尾瀬口駅、木の川温泉駅、東武日光駅発着列車も含むおよび、化格間内ながら、合津高原尾瀬口駅合津田島駅間のみで運転される列車は、合津鉄の機動車が使用され、東武鉄道の日光線木の川線と、 八岸鉄道合図絹川線から合図高原尾瀬口駅合図田島駅間に直通する列車は合図田島駅からさらに合図若松方面へ直通する列車を除き東武鉄道、八岸鉄道、合図鉄道をいずれかが保有する電車で運転されている。前日の通り、当線は南端部の合図高原尾瀬口駅合図、田島駅間と中北部区間の合図、 田島駅西若松駅間で運転系統がほぼ分割されているが、これは当線の合図田島駅より南側が東京浅草駅から東武鉄道の伊勢崎線、日光線絹川線と野岸鉄道合図絹川線を経て続く電化区間の最北部区間であることから、この区間のみ東武鉄道、野岸鉄道と一体となった電車による 直通運転が行われているためであり、東武鉄道、野岸鉄道の列車が、木の川温泉駅、藍津高原尾瀬口駅、または藍津田島駅で当線経由の津若松駅、発着列車と接続するダイヤとなっている。現在は、浅草駅など、東京方面から藍津地方に下る、主要経路上の一区間にあたる、当線ではあるが、既存の国鉄合図線、 西若松駅合津田島駅間を引き継いだ経緯から、合津若松方面から南下する列車を降り列車、合津若松駅に向かって北上する列車を上り、列車として扱い、列車番号も、基本的に合津若松方面から下る列車に、奇数番号を合津田島方面から上る列車に、偶数番号を与えている。一方、鉄道、東部鉄道の電車、東部系電車、 東武6050系電車、夜間鉄道6050系電車で運行される列車については、逆に、浅草、鬼怒川温泉方面から合津田島駅に北上する列車に、奇数番号を合津田島駅から鬼怒川温泉、浅草方面に上る列車に、偶数番号を与え、さらに電車には M、起動車には D を列車番号の末尾に付している。 電化区間、藍津田島駅藍津高原尾瀬口駅間では、変電所の容量が電動車2両分しかない。電化当初は、同区間で1列車しか在線しないダイヤであったため、4両編成が、ほとんどであった。しかし、その後の東武線ダイヤ改正に伴う、当線のダイヤ改正で、日中の直通列車が、藍津荒海駅ですれ違う二列車在線の形態となった。そのため、 変電所への負担を軽減すべく、一部を除き二両編成とされた。おおむね、JR 只見線藍津若松駅を発着する、快速列車、土休日の一往復は、JR 万越西線北方駅まで、延長運転と普通列車、東武伊勢崎線、東武スカイズリーライン、浅草駅や東武絹川線絹川温駅を、発着する、特急列車、快速列車と普通列車からなる。 このほか、船内区間列車、合津高原小瀬口駅合津田島駅間や、トロッコ列車も運転されている。2017年、平成29年4月21日から東部、伊勢崎線、東部スカイツリーライン、浅草駅発着の特急列車、リバティ合図の運行を開始した。東部鉄道の特急車両500系が充当される。路線内では、 藍津高原小瀬口駅藍津田島駅間無停車の列車と各駅停車の列車がある。特急料金は300円となるが、道路線を含む下今市駅藍津田島駅総合間のみ乗車する場合、特急料金は不要となる。なお、道路線では2005年2月28日まで、東武伊勢崎線浅草駅発着の急行列車、南藍津が、 2013年4月30日より2016年12月29日までの特定日、主に降落シーズンの金曜日に、東武伊勢崎線、北線駅発着、季節により上り列車は、浅草駅にの場合もありの臨時特急、スカイツリートレイン南合図が設定されていた。JR 只見線合図若松駅、土球日の一往復は、JR 万越西線北方駅まで、 延長運転を発着し、合津高原を瀬口駅、さらに野岸鉄道合津鬼怒川線を経て、東武鬼怒川線鬼怒川温泉駅、そのうちに往復は、下今市駅を経由して、東武日光線東武日光駅まで結ぶ、快速列車、合津マウントエクスプレスが設定されている。東武線鬼怒川温泉駅で、東武線特急と接続し、東京方面と合津地方を結ぶ連絡列車の、 役割も担っている。野岸鉄道、東武鉄道に直通しない、快速列車、合津若松駅合津田島駅間、または、合津若松駅合津高原尾瀬口駅間運転の列車については、最後に残った合津高原尾瀬口駅一本が2012年3月17日ダイヤ改正で一度、廃止となった。実際にはこの列車は2011年3月13日の、 運転を最後に運休となっていたが、2017年4月21日のダイヤ改正で設定された、先日の特急、リバテアイズに接続するリレー列車4往復のうち1往復が快速列車となったため復活した。アイズ立島駅アイズ若松駅間で、トロッコ車 AT-351、小座式車検展望車 AT-401 からなる、小座トロ展望列車による、 トロッコ列車、藍津ロマン号が設定されている。このほか、2012年3月からは、特定日に、臨時トロッコ列車、ゆめぐり号が、東武絹川線絹川温泉駅、藍津若松駅間で運転されている。JR た見線藍津若松駅を発着する、普通列車は、主に藍津田島駅、一部は、藍津高原小瀬口駅で折り返し、東武絹川線。 野岸鉄道合図鬼怒川線から合図田島駅まで直通運転する電車列車、普通列車だは特急、リバテ合図と接続するダイヤとなっている。また、合図田島駅合図高原尾瀬口駅間のみを区間運転する普通列車も少数ながら設定されており、合図高原尾瀬口駅で野岸鉄道合図鬼怒川線列車と、また合図田島駅で合図線列車と接続する。 藍津ズ・タ駅で特急、リバーティ・アイズと接続する列車については、リレー号、丸は接続する、リバーティ・アイズの号数という列車名が付く。リバーティ・アイズと同様に4往復設定され、戦術の通り、うち1往復は快速列車である。2017年4月21日のダイヤ改正以降は、東武鉄道、野岸鉄道から、 藍津高原小瀬口駅を開始当線に直通する普通列車は東部絹川線で今市駅または野岸鉄道藍津絹川線新藤原駅を発着するものとり東部日光線新栃木方面との普通列車の直通運転は新栃木駅始発の藍津田島駅普通列車1本のみとなっている2017年4月21日のダイヤ改正より前は 東武鉄道伊勢崎線浅草駅を発着する東武、日光線快速、区間快速列車の半数程度は、東武鬼怒川線、八岸鉄道合津鬼怒川線を経て、合津高原小瀬口駅を開始、開鉄道合津線、合津田島駅まで直通運転を行っていた。東武鬼怒川線、八岸鉄道合津鬼怒川線、合図線内では普通列車として運行され、 これらの各線内では各駅に停車していた。浅草駅合図田島駅間直通列車の所要時間は、快速で約3時間30分、区間快速で約4時間強、走行距離にして 190.7km であり、JR 線以外の列車としては、最長運転時間列車で、最長距離走行の特別料金不要列車であった。このほか、東武日光線新栃木駅、 東武怒川線の川温泉駅、八岸鉄道合図怒川線新藤原駅を発着し、合図田島駅まで乗り入れる直通普通列車もわずでは、あるが設定されていた。かつては上り一本のみ、合図田島発浅草駅の区間急行が設定されていた。2003年、平成15年3月19日より、八岸鉄道合図怒川線、東武鉄道直通列車の運転業務を、 八が鉄道に委託し、同社の運転士、車掌が合津田島駅まで投資乗務をしている。前日の運行形態の各設及び合津鉄道の項も参照のこと。合津線では全線で、機動車が、電閣間、合津田島合津高原尾瀬口間で500系電車、及び6050系電車が運用される。起動車は全車とも合図田島車両基地に、 電車は500系が東武鉄道南栗橋車両管区かすかべ所、6050系が同新都栃木出張所に配置されている。合津線の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。合図線の収入実績を過表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色の枠で最高値を記録した年度以降の最低値を青色で最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 西若松藍津田島間は、現在の JR 只見線藍津若松藍津、柳津間と共に京弁鉄道法により計画された区間である。この区間については、1927年、昭和2年に、上見より、現在の足の牧温泉、1932年、昭和7年に、湯の上、現在の湯の上温泉、1934年、昭和9年に、 藍津田島までが全通したなお1971年昭和46年に忠見線が全通するまでは忠見線藍津若松忠見間も藍津線を名乗っており現在の藍津線は現在の忠見線の四川区であったなお藍津若松忠見間については忠見線の項を参照されたい藍津田島藍津高原を瀬口間については 海正鉄道不設法別表第33号前段に規定する予定線、栃木県今市より高徳を経て、福島県田島にイタリール鉄道の一部である。開業は太平洋戦争後となり、1947年、昭和22年に荒海、現在の藍津荒海、1953年、昭和28年に藍津滝の原。 現在の藍津高原尾瀬口までが開通した。なお、それ以南は、野岸鉄道藍津絹川線として1986年、昭和61年に開業している。藍津線は、1980年、昭和55年交付の国鉄再建法により、第二次特定地方交通線に指定され、国鉄分割民営化後の1987年、昭和62年7月に、 第3セクターの合津鉄道に転換された。転換後は、先に開業していた野岸鉄道を介して、東武鉄道との関係が強まり、1990年、平成2年10月の合津高原合津田島間、転換後は、東京と合津を結ぶ新たなルートを形成し、浅草合津田島間の直通列車が運転されている。ここでは、 合津鉄道合津線が乗り入れる JR 只見線、合津若松駅西若松駅間も合わせて記載する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。